はい、こんにちは。大阪にあるリウハリキュウ生態院院長の笹原健斗です。本日は、あぐらをかくと膝の内側が痛い。その原因と解消法についてお伝えの方をしていきますで。今日なんでこんな話をするのかというと、要は膝の痛みってまあいろんな出方があるんですけれども、その中でも特にあぐらかくと痛いですね。あぐらかくとなぜかその内側が痛い。 これ、何が原因かわからんか、どう対処したらいいかわからんっていう声で結構多いんですね。なので、今日は、そのあぐらかくときに内側が痛い、その原因っていうのを知っていただいて、それをどう解消すればいいのかっていうのも、えー、知っていただければなと思います。じゃあ、結論、あぐらかくと痛い原因って何なのかというと、あぐらをかく筋肉っていうのが実はあるんですね。なので、その筋肉っていうのが影響している可能性っていうのが高いです。 アグラをかく筋肉って何なのかというと大きくこの3つですね。で筋肉名、何のことか分からないと思うんですけども、まあ、方向筋という筋肉と白筋という筋肉と半剣腰筋という筋肉が膝の内側のところに最終的についてるんですね。でこの筋肉たちが最終的につくところを画足と呼ばれています。でこののの側いうのはその膝の内側に あるんですねなのでこの3つの筋肉ですね方向筋とか白筋とか半剣腰筋の筋肉が何かしらに容易にガチガチで硬くなることによってこのガ速ってところに負担がかかって痛みが出るケースっていうのがあるんですね。なのでこの3つの筋肉が硬くなるのであぐらかいた時に筋肉が骨につくとこのガ速に負担がかかって で、中には炎症っていうのを起こして、パーンと腫れてしまったりとかいう方もいてます。なので、その油をかいた時っていうのは、この筋肉が影響するっていうのを覚えておいていただければなと思います。だから解消法としては、この3つの筋肉ですね。この3つの筋肉っていうのを柔らかくする必要があります。で、柔らかくするようなやり方、例えばストレッチとかですね、ストレッチとかもしくはお風呂でぬくめるとか、あとはこの筋肉を硬く ししてしまうう要因っていいののが実は体の使い方でであったりすするんですねなのでそういった体の使い方は何が原因するのかもしくはそういう画ソクっていうのを緩めるストレッチのやり方っていうのが別の動画で撮ったやつがありますで今この画面上にそのやりストレッチのやり方とか緩め使い方の動画に飛ぶところが載ってると思いますので是非解消法を知りたい方っていうのはそちらの動画も見ていただければなと思います。 では以上になります。この動画が参考になっている方はグッドボタンを、あとチャンネル登録もお願いします。